プレーナンバー1の1、トライスターズキックオフ。キッカー21番。スクイブキック。広島リターン。広島陣35ヤード付近でボールデッド。ここから広島の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、その回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃の回数は4回で10ヤードを進み、攻撃権を継続するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1の2、広島自陣36ヤードからファーストダウン点。ナイスラン、ファーストダウン。広島ドロープレー、パスに見せかけたランプレー。キャリア29番、大きく減しファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の3、広島ファーストダウン点。ボールオン自陣48ヤード。パス不成功。クォーターバック3番、ミドルゾーンへのパス、ターゲット11番。しかしこれはカバーされており、パス不成功、セカンドダウンに変わります。パス失敗は元の視点に戻り、次の攻撃と変わります。プレーナンバー1の4、広島自陣48ヤードからセカンドダウン点。再びドロープレー。しかしこれはトライスターズカバーしており、ほとんどゲインなし。キャリア21番。プレーナンバー1の5、広島サードダウン8。ボールオン相手陣49ヤード。成功。しかしファーストダウンには至っておりません。ターゲット40番、フォースダウンになります。プレーナンバー1の6、広島フォースダウン4、プレーを選択します。ギャンブル。4ヤード獲得しないと攻守交代です。ギャンブル成功、ファーストダウン。クォーターバック3番、ハンドオフ A から自らキープ、右オープンを大きく独走、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の7、広島相手陣19ヤードからファーストダウン点。ナイスです。
クォーターバック3番プレイアクションからのパスを投じようとしましたが、これはトライスターズが読み大きくロス。プレーナンバー1の8広島相手陣23ヤードからセカンドダウン18失礼セカンドダウン16に訂正します。広島オプションプレーのピッチで左オープンへキャリア29番展開、しかしゲインはしておりますがサードダウンに変わります。プレーナンバー1の9広島相手陣16ヤードからサードダウン7。中央へのランプレーキャリア21番、しかしこれはトライスターズストップ、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1の10広島フォースダウン5ボールオン相手陣14ヤードプレーを選択します。ギャンブル、中央へのランプレー、しかしこれはストップ、ファーストダウン獲得に至りませんでした。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバープレーナンバー1の11トライスターズファーストダウン10ボールオン自陣10ヤードOK. 中央へのランプレーキャリア21番、ゲインは約4ヤード。ここでホイッスルです。ウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判の判断により暑さ対策としてクォーターの途中でウォーターブレイクを取ることが許されています。プレーナンバー1の12トライスターズセカンドダウン6ボールオン自陣14ヤード トライスターズオプションプレーを展開しましたがここでピッチミス、
かろうじて抑えておりますが大きく後退しております。プレーナンバー1の13トライスターズ自陣8ヤードからサーダウン12、失礼、サーダウン14に訂正します。パス不成功。クォーターバック10番、スロットバック33番へのロングパス、しかしこれはオーバースロー、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1の14トライスターズフォースダウン14、パントフォーメーションを選択、キックによる攻撃放棄、陣地挽回を図ります。ここでホイッスル、セーフティ。先ほどのプレースナップが見られました。これをパンター抑えようとしましたが、この時に2ダウンしてしまい、したがってここでプレーが終了。オフェンスチームが自陣のエンドゾーンで2ダウンをした場合、そこで自殺点となります。自殺点セーフティーとなって広島に2点が入ります。広島ホークス2点、トライスターズ0点。プレーナンバー1の15トライスターズキックオフ、先ほどセーフティーで自殺点を献上したトライスターズのキックオフにより試合再開です。パントスタイルによるキックオフです。パンター78番、このキックは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームである広島は5ヤード下がっての蹴り直しか、出たところから5ヤード進んでの攻撃か、あるいは自陣35ヤードからの攻撃を選べます。広島5ヤード下がっての蹴り直しを選択しました。なおセーフティーの場合のキックオフは自陣20ヤードからとなります。したがってペナルティにより次のキックオフは自陣15ヤードからのキックオフとなります。プレーナンバー1の16トライスターズキックオフ、パントスタイルのキックオフです。パンター78番、広島リターン21番、トライスターズ陣に入ったところでアウトバーンズ、ここから広島の攻撃に変わります。プレーナンバー1の17広島ファーストダウン10、ボールオン相手陣45ヤード、中央へのラン、しかしこれはトライスターズが投げさせます。ノーゲイン、キャリア21番、プレーナンバー1の18広島相手陣46ヤードからセカンドダウン11、
ランニングバック29番ピッチプレーのオプションプレーのピッチを受け右オープン展開、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー1の19、広島相手陣44ヤードからサードダウンライン。3回目の攻撃、攻撃権更新に残り距離9ヤードの獲得が必要です。パス不成功。クォーターバック3番中央へのパスを投じましたが、これをトライスターズがパスカット、パス失敗でフォースダウンに変わります。プレーナンバー1の20、広島、フォースダウンライン、パントフォーメーションを選択します。パンター29番。このパント、トライスターズの選手が触れました。ボールを抑えたのが最終的にどちらであったか、トライスターズが抑えております。したがって攻守交代です。プレーナンバー1の21、トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣16ヤード。中央へのランプレー、ゲインは約3ヤード、キャリア21番。ナンバー1の22、トライスターズセカンドダウン7、ボールオン自陣19ヤード。スロットバック2番へのハンドオフ、中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー1の23、トライスターズサードダウン5、ボールオン自陣21ヤード。パス不成功。クォーターバック10番、スプリットエンド21番へのパスでしたが、このパスはカバーされており、パス不成功、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1の24、トライスターズフォースダウン5、パントフォーメーションを選択。パンター78番、ボールオン自陣21ヤード。このパントは広島陣30ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。
プレーナンバー 1-25 広島ファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック21番、ハンドオフから中央をデイライト。ファーストダウン獲得です。プレーナンバー 1-26、広島。ファーストダウン10、ボールオンハーフウェイ。ランニング29番、オプションプレーのピッチを受け、右オープン展開、約5ヤードゲイン。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、広島ホークス2点、トライスターズ0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。